スだッタは、コウサラ国のシュラバスティーの富豪、長者、ギオン少女を混流し寄進した。彼はよく孤独な貧者に食物などを施したので、旧孤独と呼ばれていた。彼は、ある日、マガダ国に赴き、その地にあった、竹林少女で、釈迦仏の説法を聞くと深く義信の,の心を生じ、釈迦仏に、釈英城への遊化に来てほしいと恋い願った。 彼はそのために勝者を混流する願いを立てると、すぐに探しついに、ギガ大使が所有していた、林園を見つけ、ジェータ大使に譲ってほしいと頼んだ。すると、ジェータ大使は、冗談で、必要な土地の表面を金貨で敷き詰めたら譲ってやろう、と言ったら、主だったわ、本当に金貨を敷き詰め始めたため、ジェータ大使は、驚いて、土地を素直に譲り、さらに自らも、樹木を寄付して、 寺院建設を援助した、という逸話がある。現在の義音少女このことから、この草園は、ジェータ大使と旧孤独者、主だった両者の名を冠して、義ズ旧孤独園と呼ばれ、そこに建てられた少女を、義ズ旧孤独園少女と称するようになった。主だったの家族は、史はじめみんな仏教に帰し妻の玉や女も、ふつの教会を得て帰したと言われる。また、 シュダッタが病気になると、釈迦の弟子であるアーナンダや、シャーリープトラなどの見舞いを受けたという。また彼は、死んで、カブト卒検に生じたと言われている。ありがとうございます。